ご主人、小さい時から毎日見てきた動画、あないして売られていくかと思うと、ほんまに身を切られるように思いますわ。しょうがないな。なんとかなるわいな。なあ、佐田口。ええ。お前も先代から勤めてきて、無念もかけてやらんとこんなことになって、ほんまにすまんわ。いえ、私こそ長い間、勤め合いのないことで、ほんまに申し訳の。いや、また一緒に働くようになるやろ。それまで鍵吉さんのところに行って働いてておくれ。あこはお前も知ってる通り、しっかりした店やさかい。いろいろもうご心配かけまして。奥さん、明日はやっぱりご主人と一緒にお国へお帰りやすのかい。ああ、今んとこはそうや。まあ、荷造りさせてもらわなりませんでしたかいも。もう気に手伝ってもらわんならんよ、何にもないけど。ほんまに気の道のままで帰るんやさかいな。ここに嫁入りして、伊豆の道具がこうして売られようとは思いもせなんだ。出るときは町一番立派なにや言うてみんなに毛並がられたのに、こんな情けないふうで帰るのかと思って、里の人の顔を見るのが今から頭痛のためや。なんでそればか言うのやな。もうみんなタコになってるわ。誰も損をしようと思ってやったとしちゃうじゃないかい。この文化で子供にまで肩身の狭い思いをさせるか思って、何や言うてみ、娘さんに投げ腐って。何こってこと言うんだったら、世間って言うといてえな。なんで名刺の柄をこういうようなことをしておくれやったんです。あたりの嫁うどんをご覧にならんようなことをしておくれやったんです。世間ってどうやって来い。あた、どこを行きやすのだ。どこ行ってもええが、わしはもうお前の顔見るのがたまらんわ。わしはお前と一緒に国行かれへんで。あんた、旦那は暑いな。あ、おいでやす。どうどす、お店の方は。あかんわ。もう帝王にもこうにもしょうがない。当たるもんでも売って、何度お足しになりまへんやろか。こんなもの焼け石に水じゃん。みんな心配せんかっていいがな。そやかって、お世話になった恩返しのできるのを今どっさかいな。よろしをしたら何でも持って行って足しにしとくれやすな。もうくどは言いないな。もういい。はあ、嫌になった。はい。いや、おもちゃさん。おはようさん。おいでやす。わしな、ここのもんにしてもろたい。よろしゅう頼みますで。そうだっか。なんでも用事するで。盛大使うてや。まあまあきついや汗。あの時もよ、実機乾きますさかいな。お風呂にでも行ってさっぱりと嫌な気持ち流しといでやすな。はい、そうしよう。まあこのじじむさいこと汗人で早いといでやす。無駄が死んで、長安の秋とすわ。キリスト派、落ちてってんわの秋を知る。中とかやんな。おはよう、帰りや。いや、ええ姉さん。古田藩居候さすなんて、やるとくれはいな。もう、なんちゅうことを言うのえ、この子は。あないならはったのに、お気の毒でほっとけるかいな。店が潰れようが商売があかんようになろうが、そんなことあてらん知ったことかいな。そんなこと言うもんやあらしまへん。義理というもんがありますやんか。
うちに行ってもらっても何一つしてあげられへんのに、せめてそれで慰めてあげたらと思ってんじゃないか。なんであてらが慰めたりせんなら、あてらが古田藩を居候させてくれたらかいさ。もう秋になるのに着替えの一枚もあらへんじゃないか。家賃かて三月も四月もたまってんのえ。いやそらあてはな、別に古田藩が居候に来はったさかい、物入りが女って困るというだけで言うてんのとは違うのえ。姉さんの男派に対する考え方注文が間違ってるさかいなあては言うてるのえ。だいたいその義理ちゅうやつが気に入らんの。義理がないやん。たとえ姉さんが前にどんな世話にならはったかと、そら当たり前や。世話になったそれだけのことはちゃんと返したんね。姉さんは小さい時から車に奉公してきはったさか、そらそう思わはんやけど、あてらみたいに女学校出て芸妓になったようなもんにはようわかるわ。なあ、ここで遊びに来はろう男はんちゅうたら、みんなお金であてらを慰めもんにすることだけを目的で来はんやないか。そうと違う男はんが一人でも言いはるか。こんなこと今さらあんたに言うてもらわんかってようよう分かってます。分かってんやったらその通りおっしゃはいな。佐々木さんがそんな気ならこっちもええ旦那ができたら取るもんは取っとくのが当たり前や。取らなそんや。あんなベタ戦一もあらへんような人居候やらさしといてか。そやけど古田藩が恩に気にならんようなどんなことしてくれはったちゅうのえ。そやおへんか、うちが一人前の芸妓になるように。一人前の芸妓ってない。どう見てもこれならどなたはにでも満足して楽しんでいただけます。そんなしてくれはっただけやないか。あてらはお金で慰めにしたり、まるで品物みたいに売り返しはったは一体誰や。みんな男はんや。男はんちょ男はんみんなあてらの敵や。憎い憎い敵や。それこそあてら男はんちも一目で合わしちゃってもええねや。言い合わしちゃる。姉さんは恩やとか義理やとか注文でうまいことごまかされて男はんの自由にされてはんじゃ。なあ姉さん、古田はんみたいな人と別れておしまいやす。なあ帰ってきはったらそう言うてさっさと因果をもらいいな。そやけどあんたみたいなこと言うてたら世間は渡りしまへんえ。そらまあ、ただあてらと遊びに来やがっただけの人にはそらあんたのやり方でもええやろけどな。ちょっとでも世話してもろた人にはそれだけのことはせんなら世間注文があるさかいな。なあちゃーちゃん、ええか、あんたのやり方やったら世間の人はどう言わはる。決してええ人やとは言わはらへんえ。こうしたら姉さんはその世間の人からいい人間やと言うてもらうために古田藩の世話しようちゅうのか。けどその世間が大体あてらをいっぺんでも人間らしい扱うてくれはったことがあるか。そんな世間に何であてらが気兼ねせんだらんのえ。姉さんみたいにしてたらほんまにいつまででも締め殺されるような声あんな時代を語ってんならえ。姉さんぐらいの年の人を見たもみ。みんな小金の一つも貯めてやん。おもちゃはん、おはようさん。姉さんようお参りやす。おもちゃはん、あんたにな、ええー、こと言うたんようと思ってたんどっす。なんどす。あんたにな、きつほの字が嫌はんのえ。いややわ、誰どす。これ、木村はんやがな。あんたとこへも来はるやろ。呉服屋の番頭はん。いや、しょうもない。ほな言わんと。いや返事しておあげえな。よいわわ。ほな、さいなら。さいなら、姉さん。お母さん、おはようさんどす。あ、おはようさん。最前な、呼びにあったとこやわ。なんだよ、どうした。あ、あのな、来月の5日にな、お触れ前があんねよ。あんた、先頭姉さん、お触れ前に出してあげてくれ言うてたさかいな。ほんまに出してあげてくれやすんどすか。はあ。そやけど、こんなこと梅吉ちゃんに言えへんさかいな。あんたに言うのやけど、へ、あの人は芸の方は申し分ないんやけどな、レベがさ、あるやろと思ってな、何し一流毒が、ええ衣装でいかはんのに、恥かかしてもないやし、またうちの顔にも関わるしな。へえ、どうした顔や、ほんまに匂いはわ。そう、あたらみたいに安物しかおかんと、無茶な稼ぎばかさせて。
なあお母さん頼みですわ、出してあげとくりゃんな。そらな、ベベの都合さえついたら出てもらおうと思って。へえ、ベベの方はなんとかしますさかいに。まあ、そんな世間でも出してもろってええだ、なんでも目かけてもらえんせな。ほんま姉さんなんかしまへんわ。そらそうやと思う。なあお母さん、まあ聞いとくりゃす、腹の立つ言うたら。ほら、あの古沢はん、ああ、あのお店の赤屋になった。へえ、あの人が今朝うち転がり込んできはったのっせ。まあお留守番さしてすんまへんでしたな。ようネズミに惹かれはらしまへん、あんたこと。遅い遅い、あんあん殿。そのおりしは拙者じゃ、自分の誤り。しんどかった。ブーでも入れようか。へえ、おきにセル買うてきたんだっせ。これあんたがにお似合いやすかしらん。吸いながらやな、炭治郎そこのけや。もうそろそろ季節どっさかいな。えらいすまんな。それからあんたはの好きな八幡巻きと刃物買うてきたんだって。これこれはもうそれいける。おいしおいしやろ。時期用意しましたか。ちょっと待っててくれやし。頼むわ。こんにちは。はい、道義。あ、ご苦労さんです。あ、お金。道義。えらいすんまへんけど、また今度も一緒にしてくれやんな。そうすか。大将おるぞしたかいな。今度め頼みますぜ。かなんな。こんにちは。あ、こんにちは。前道銀。どうやね、木村はん。ええ。まあ、ぼちぼちどすな。そうかって、あんたとここれからどすがな。いや、そんなことへん。木村はん。あ、おーちゃん。こんにちは。あんたいかんわ。なんとすねよ。梅竜さん、姉さんとこで。なんや、けったのこと言わはったそうやわへんか。あ、あれ、聞こえましたか。すむけやわ。そらすんでんな。あーす。おやすもないんやな。けったのか。あんまり言わせんといて。そう言われると構いまへんな。頼ませ、ほんまに。なあ、木村はん。はい。月が変わったら、いるもんやにゃけど。なんで急にえもおへんか。あきもんどんな。へえ、そうどす。そんなん担当押すんやけど、これから花見工事の回るので、絵もは担当持ってまんやけど。あ、ほんなん見せとくりゃすな。あて一枚もらっときますわ。けど、根が張りますさげな。この辺でどうなっしゃろ。何し、根と相談やし、崩しではな。それにあんたんたちはあの人権の方がよろしおすんやろ。それやったらうちの店ではないやし、いっぺん他の店聞いておみましたらどうです。えらい水臭いこと。あんたはメリュー姉さんとかで言わはったこと嘘どしちゃろ。嘘やあれへんで。そんなこと当てになるかいな。ほんまやったらあて嬉しいんやけど。なあ木村はん、姉さんお触れ前に出してあげたいんやけど、ベベがあらへんにゃわ。そやさかいぜひ一枚欲しいんやけど。なあ困ったなあ。なあ木村はん、なああてにこしらえるつもりで姉さんに一枚こしらえてあげてえな。へえ、そんなことわしのようなしょうもない男に頼まんかて、あんたの旦那にこしらえてもうたらいいがな。アホくさ、そんな旦那はんがおつかいの。あったらあんたみたいな人に頼まへんわ。その旦那はんにたんとたんとこうてもらうわ。そんなええ人引っ掛けたらええがな。すかん人。あんたあてにそんなことさすつもりか。あんたそんな気で言うてはった。あてアホやった。あんたもそんな気やとも知らんと。前に受けてから。もうええわ。あんたもそんなつもりならこしらえるがな。旦那はんたんとたんとこしらえてみせるがな。好きやがって。もっともっと返すのある人持ってみせるわ。天狗やがな。怒らんでもええがな。どんなもん欲しいんや。もうよろしい。欲しいことはへん。そら。あんたがほんまにわしのことそない思ってくれんやったら、わしかて一旦ぐらい誘導してあげてもいいけどな。ボンクラやな、あんた。あんたどこに目つけてはんの。
惚れてるか惚れてへんか、そんなこと大概女におって察しるもんですわ。でも、はっきり言ったな、分からへんがな。ほんまに分からへんがな。すげくさ。今日持ってきた品物の中で一番いいんやけど、53円やけどな。やばなこと言わんとおきゃす。さっきから見てて分からへんねや。あんまり技がいてそうだな。見違えたから。いや、やばくやな、バック。おい、昨日な、ビーツクラブの古沢んとこの入札にいたんや。ここは大将うちの言いやへんちゅうこっちゃで。お前の技がいったわけは違うか。お前んとこと産物か本物かやな、わしが睨んだらちゃんと分かったんだよ。だからな、わしはごまかされんだよ。どうや、おめがねに古いんだ。ほんまか。ああ、こいつね。おい、古沢新兵衛のうちはどこじゃ。誰や。まあ、ジュラクトハンドスはな、今お触れ前であんたはんのお話が出てぜひ会いたい言って。そらよう来てくれたな。おジュラクト久しぶりやな。古田、古田。いや、あ、会いたかった。会いたかった。まあ、強いとはる。えらいことになりましたな。わしはな、昨日ビーズクラブの入札に行きました。ほんまに涙が凍りましたね。あの軸、この軸、みんなわしが買うてもろたやっちゃ。わしはあんたにはこないにして売ってもらおうと思って買うてもろたんと違うのにと、それ思ったらな、一目構わず泣けて、泣けてな。あんた、この気持ち分かってくれはりますか。え、分かってくれはりますか。梅吉、だいぶ虎やな。虎、古さん、それはひどい。情けない。わしがやな、ようてええ加減なこと言うてるとあんた思うてんのか。いや、分かってる。いや、あんたはそう言いはんのか。いや、分かってる。大きに、よう泣いてくれた、大きに。まあ、面白いお方はん。あんたは誰や。いいよ、弁天。あ、まあ、危ないぞ。無茶しないな。あんたは誰や。あての妹ですがな、どうぞよろしくお頼もうしますね。ほう、妹はん。あんたにこない別品の妹はあったんかや。いっぱい行こう、いっぱい行こう。よっしゃ、弁天、ついてやろう。支度してえな。いや、あんたについてもらうたら酒が味のうなる。ほい、ほい、ゆるばってこい。ジュラクド、ちょっと頼みがあんねやがな。何度すね。小遣い貸してんか。なんぼ欲しいね。30円でいいわ。そら高い。20円に負けたわ。ケチなこと言いないな。変われば変わるもんやな。今日で指折りのも面倒や。そんざしんべえともあろう人がや、この死がない自楽堂ごときに小遣いをたかるようになるとは、人は落ち目になりとうないわ。なんかやがんねえ。乾物の軸や瀬戸物ぎょうさん売りつけておきやがって。なんや古さん、もっぺん言うてみ。人聞きの悪いこと言わんといてんか。あんたは何か、わしがそんなことしたと言わんのか。いや、わしがそんなインチキしやと言わんのか。いや、分かってる。ああ、情けない。わしはな、昨日ビーズクラブの入札にいたい。
涙がこぼれたよ。いや、分かってる。あの時刻、この時刻。いやいや、分かってる。いや、今言うたのは天狗やがな。天狗。天狗、うん、天狗で当たり前や。わしがな、そんなインチキしあらへんで。そうや。分かったか。分かった。分かった。うん、分かったらいい。分かったらいい。お前入ってんがな。これでええが。ちょっと待って。あ、危な。キック、よそやつは、うん、あ、どこできたんよ。うん、そう。あの、どこですね、ここのうち。清水の三年坂や。あ、そうですか。ジュラクだ。ジュラクだ。運転手さん、すんまへんけど下北町まで戻しておくれんな。目覚めましたか。あんた誰。まあ、だいぶ予定したんだってな。あてを無理にここへ連れてきておきやして。そうか。あんた誰やったいな。梅吉の妹のおもちゃどすなの。うん。梅吉にあんたみたいな妹あったか。ほて、なんでこんなとこへあんたと二人いんならん。何を言うとやんねんな。お触れ舞いから梅吉の。あ、そうや。わし、古田藩におたか。へえ、おとやすわ。そうか。えらいおたもんやな。ああ。下木山っちゃな。まあ、いっぱいどうぞす。あ、ほらまた言いない。何時や。まだ10時過ぎたとこですな。あ、10時や。ほらあかん。いいの。あ、あの、ちょっと待っとくりゃす。話があるのですわ。なんや。あの、姉さんがいっぺんあんたはにおって相談したい言うてはなどすけど。もう小遣いやったらあかんで。あんたはん、うちの姉さんどう思いやす。どう思う。しょうもないこと聞きないな。嫌いどすか。何言うてんねんな。おう、そうどすか。ほんなしょうがおへんな。まあ待ちな。そう早かてんせんでもええが。あて、あんたはんのこと何べんも何べんも聞かされてんのどっせ。うまいこと言うてるで。ほんまに親切なお方や。あんな旦那はん持ったらどない幸せやろって姉さんいつでも言うてはんのどすがな。ほんまかいな。ええ、嘘言いまっこいの。まあ行こう。せやおき。せやけどな、姉はんには古田はんがついてるさかいな。さあそこどすね、話ちゅうのは。前はそうどしたけど、今は別に何でもおへんにゃ。ただ、昔の義理があるちゅうだけで、まあ話して世話してはんのどす。あんたはんの前どすけど、ぶっちゃけた話、もう厄介もんや言うて、姉さんも困ってはんのどすぜ。そらそうやろ。あんな親父に疲れてたらかなんさかいな。そら前は弱いな。そうどす。今あんた、ベタセインチも、何やさかいに、ほらもう貧乏神に取りつかれたようなもんや。ほんまにそうどっせ。長いことほっときまして。あの、何度持ってきまよか。うまいもん、たんと持ってきてんか。それから、お酒もな。ほな、すぐ持ってさんじます。姉さんの言わはんのには、あんたはんさえ、わしも男や、世話する、面倒を見たる。って言うてくれはったら、
自然古田派も居にくくなって出ていかはるや、こういう派のどすがな。うん、ちっとお姉さんの気もさしてあげとくりゃんな。けどそらぐつあれは。なんでどす？なんちゅうてもや、わしは昔は古田派のお出入りやし、義理があるさかいな。古田派とや、別れたら考え直してもええで。ほんなあと一肌脱ぎますさ。なお金を出しやす。手切れ金か。へえ、なんしあの貧乏神のおっさん、国に帰る旅費も持って話しめへんさかい。なんぼほどあったらええねん。まさか小遣いぐらいではすんまへんしな。100円でどうや。ええ、ほんの字どすわ。ほんなら早速姉はんのためやったげえな。姉さんのためあらへんわ。あんたはんのためどうしちゃおへんか。ほんま言わんときいいな。ただいま。おかえり。ああ、しんど。はわかりさん、もう案上送ってやってくれたからね。へえ。ああ、ご苦労。もう困りましたえ、きつい音やしてな。そやろ、すまなんだ。で、あんたお腹はどうやんな。うどんでも言うとこうか。へえ、おきに、もう呼ばれてきたんだっせ。あの、これお土産。ほら、すまんな。いっぱいわがじゃ、のいと思ってな。もう、早速呼ばれるわ。あ、これは好物や。まあ、いっぱいどうぞっす。もう一杯。さあ、キャスもう一杯だけ。なあ、古田はん。何や。あて、ちょっと嫌なこと言いますけど、怒らんと置いとくりゃしちゃ。何やねん。まあ、そう言うたら大概分かっとくりゃしちゃるけど、あんたはんも嫉妬やすとおり、あんたはんにうちにいてもらうとほんまにつらいのどすわ。そりゃそうや、もっともや、先月も赤字だもんな。ほんまに芸妓っていう商売は儲からん商売や、同情する。へえ、二人で暮らすだけでもピリピリとさかいな。それに来るわちゅうとこが口がうるそうてな、あんたはんがこなしてうちに追いやすだけでもいろんなこと言わはんのどっせ。ごもっとも。もうそらあてらは義理人情でお世話してるつもりでも、世間の人はそうは思ってくれはらしまへんさかいにな。姉さんかてほんまのことは言わはらしまへんけど、まああとは言わんがはな、さしとくりゃしちゃほんまに堪忍どっせ。それであてちょっとお金こしらえてきました。50円大阪に国を帰らせたしんでもしとくりゃしな。これえらいすまんな。ほんまによう聞いてくれして大きにすんまへん。わしいなしてもらう。やっぱり苦労しとやすだけによう分かったくれしてほんまに大きに。犬は梅木に帰ったらよろしいと言って。よろしいです。ごめん。探しましたね。奥さんはあんたはんおらんでお国を買い出したんや。まあ、どこにおりやす。いや、ちょっとあるところでな、居候して放り出されたとこや。ほんなら奥さんのお国を買い出すの。なかったかったきんな。今晩あるね。ちょっと散財しよう。
景気直しにペーッと行こう。そら、おとんもさしてもらいますけど、まあ、とにかく私の家まで行ってね。まあ、いいがな、まあ、あるね。だけの出来やったら、ちょっと苦労とにも分かりしまへんで。なあ、ええ出来としてろ。なんぼやな、ネット相談やな。相談な。いかにもええ品ぞったかいに、まず、170円とかだんな。ごめんやす。いや、まあ、こっち来ておかげ。手を切り。これ間違ってました。270円です。高すぎるわ。一枚負けといてるか。これでギリギリ出すわ。いや、俺はつかなんだら、またこれは次にしてもらいます。そんならもらっとこ。そうですか。おぎん。へ、おぎん。前のおぎん。おぎん。さあ、こっちおいで。へ、おきに。どうや、その後。もう、思ったよりあっさり出て行ってくれはってな。帰ってこっちが恥ずかしくないとして。あんや、表紙抜けがしてしまってな。悪いことしよる。梅吉はもう、あんたはんと一緒になられさかいちゅうてきつう喜んではりますし。さよか。けど、なあ、あんたはん、うん、古田はんのことはしたくちも増やしたらあきまへん。うん。どうにこじれるとうるさいし。それからね、姉さんがあんたに惚れてたそうやなっていうのこと言わんとおきゃっしゃ。それが男はんの程度しやろ。わかってるわかってる。そんな下手なことはぜひ。すぐどこぞで会うわ。うまいことやりやっしゃ。これをいっぺんよう勘定してみ。え？こんなことでごまかせる思てんのか、アホ。なんやこの頃お前の様子がおかしおかしと思ったら、やっぱりこんなことしてたんやな。ごまかすのやったらもっと安定ごまかしたらどうや。え？こんなことしてたらしまいにどえらい目に遭うぞ。さあ言うてみ、どうしてこんな金がいるようになったんや。言うてみな。言われへんのか。そりゃ言えへんやろ。ほんならわしが言うたる。どこぞの三倍芸者に持ちかけられて着物でもこしらえてやったんやろ。どや、そやろ。物をやらな、惚れられるっていうのは会社のないことすな。ほんまに。わしらの若い時には、おなごの方からええもん持ってきよったもんや。ここは、お前の惚れるようなおなごやったら、どうせしょうもないもんやろ。そら、一緒にしてやれるようなしっかりしたもんやったら、わしが骨も持ったるし、泣くことにもなったる。うせえさかい、先のな、言うてみ。わしがいっぺん見てきたの。おばちゃん、おばちゃん。
ごんちゃん。こんちゃん。えらいこっちゃね。何どすね。えらいことだって、バレてしもたんや。何の話だすねんの。キツ、慌てて。わし、クビになるかもわからへんねん。そうどすか。うちの大将来たら、頼むわ。あんじょうをごまかしててな。な、頼むさかい。いややわ、今頃そんなお尻持ってきはったばって、うちかてかなわ。そんなこと言わんと頼むわ。な。うちの大将な、あんたさえあんじょうを言うてくれたら、わしと一緒にしてやってもええちゅうてんねん。あてとどすか。そやわな。あほくさ。そやだかい。あんじょうを言うてや、頼むで。な。ごめんや。おいでやす。どなたはんどす？私は丸菱の主とすね。毎度ご贔屓になりまして、大きに。ああ、あんたはんが。そうですか。おもちゃんといやすのは。ええ、あさしどすけど。あの、何度ごようどすか？いや、ちょっと話がおしてな。あ、そうですか。ほな、まあどうぞ。お上がりをしてくれ。上がらせてもらいますさ。どうぞ。いや、もうどうぞ、かまんといておくやつ。早速ですが、話っていうのは木村のことですね。何ですか。木村がメキちゃんの衣装をこしらえてあげたって言ってますが、そらほんまですか。ああ、あれですか。へえ、あれならこの間いただきましたけど。そうあっさり言われたらかなわんな。あんたが手黒の人なら、だいたい呉服屋の番頭が50円以上もする着物を人さんにただ差し上げるっていうのは、そんな気の利いたマネができるもんかできんもんかぐらいのこと大抵分かってるやろと思いますわな。そんなこと分からしまへんわ。いや、そうは言わしまへんで。あんたそれよう知っててそないなことしな。あほなこと言わんとっとくや。あては木村はんにそんなことしてもええのどすか、お店しくじるようなことにならしまへんかとまで言うたのに。いや、そんな心配はいらん、わしの金で買うにゃって言わはりましたさがもろたんどすが。いや、あいつは小さいとこからわしが育ってきましたさかい、気立てはよう分かってますね。あいつはバカがたいほど堅いやつどす。へえ、そうどすか。加藤すのか。多聞の言ったんや、そこらで女の弱みにつけ込むような人が固い真面目なお方反動しちゃろか。そんなことあいつはしたと言わはんのか。いえ、そら私の方もあろうした。あてらがよう売れるような芸妓どしたら、あんな人から物もらうようなことしんしまへんやけど、何しろ旦那はんの一人もなし、着替えの一枚もないような始末どすさかいに、つい言われるままにもろたがいかなんだんどす。あんたみたいな綺麗な人が売れんちゅうなこと。いえ、それがあんたはほんまにあかんのどっせ。こっちでなんぼお世話になりたいと思っても、なかなかお世話しとくれやすお方がおへんさかいに。世話する人がないなんて、そら男の方がどうかしてるで。まあ、お口のうまいこと。それがほんまならよろしおすねんけど。ほんまやがな。あ、まあお話に見入れて、まあお分を差し上げますけど。いやいや、もうほっといて。あてらみたいなもんでも世話しとくれす旦那さんがおしたら、ほんまに親身になって打ち込むと思ってんのどすけどな。ま、あのこっち来ていっぱいどうどす。あの部分ありどすさかいに、それに誰もいやしめへんし、どうぞあのままこっち来とくれすな。そういうこ、ほんならまあ出家するわ。どうどす。えらい厚かましいけど。で、あんた姉さんと二人でこのうち持ってはんのか。へえ、二人で一生懸命働いてますんですけど、あかしまへんやわ。ほんならなおさらや。あんなうちなしみったれた番頭みたいなもんにかかってたらあかんやないかい。そうですけど、ええお方はんがおへんもん。
なあ、あんたはんやだ、立派なお方ってあんた知っとやっしゃるさかい。なあ、お世話しとくれんな。いや、もうわしの知ってる中にはそんな気の利いたやつは一人も言えへん。あ、そんなことはおへんやろけど。もう若い人ちゅうたら頼りがおへんさかいな。そやし、親身な話したかて、本気になって聞いてくれはらしまへんさかいね。そらあかん、もう。若いやつなんて、天と苦労っちゅうこと知らへんねん。そうどっせ。あんたはみたいな、酸いも甘いも知っとるやつよな、お方はに。いっぺん、あてらのこと聞いてほしょうすにゃわ。いや、そら、聞いてもええで。ああ、嬉しい。だって嬉しょうさ。もう、いっそのこと、このままあんたはのお世話になれたら、あてどない幸せどっしゃろ。うまいこと言うても、年寄りは喜ばしないな。でもやおへん、本気出すがな。あても、あんたはのお世話になることに決めとこ。なあ、よろしおっしゃろ。うん、そらまあ。まあ、羽織でもおにぎやんな。いや、そやけど。あの、今日はゆっくり一休みしてよろしおすんやろ。まあ、別に用もないさかいに。さあ、タンゼルでも起きやんな。いや。こら、あんまり話がうますぎねやないかい。そんなこと。おやじさん、まだ分かってやるね。そうか。ええ。おかえりやす。おかえりやす。やす吉。へっ。ちょっとおいで。へっ。おかえりやす。おかえり。おかえりやす。おかえりやす。おかえりやす。なんや、しょうもないもん。あんな芸妓ならそこらにいっぱいいるやないか。へっ。もっと気の利いた芸妓に惚れたらどうや。まあ、今度だけは多めに見といたるさかいに、これからおとなしいにしまってやりや。しょうない。お茶屋参りは当分わしがするさかいに。ええか。あんな女に近づいたらあかんで。わしはお前の将来を考えて言うてんのやで。今度からあの女に会うてんのが知れたら、しょうせんさかいに。そのつもりでいいや。いらっしゃいませ。これからきっと気をつけます。偉いすんまね。ええか。偉いすんまね。あんた、うまいこと丸め込まれて消えはったんと違いますか。青なこと言いないな。じゃらじゃらと思う。あんたは残っちゃうもん。わかりますか。姉さん、見たみんな。立派やろ。よう似合うか。上手に商売したらこんなもんや。好きなもんはちゃんと買うてもろて、贅沢な真似ができて、どうえ？姉さんはそんな気やさかあかへんやわ。ええ年していつまでもガツガツ働かんならんや。で、呪落で半で置いてはったんや。今日はっきり話決めに来る言うてはったんやけど。ごめんやす。へえ。まあ。いや。呪落で半。どうやねん。そうか。
まあ、あんたはくれなもんして待ってたんだっせ。さあ、わがりゃ。あ、おぎ。いや。おいでやす。姉さん、しっかりおいで、早く。しょうもない、知恵つけないね。ズボを一つ。あ、大喜利。どうや、かなりついたか。へえ。いっそちん。死んでしもたら、チチチンチン、こうした嘆きは、今、あるまいもの。チンチン、チチンチンチン、チンチンチン、チン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 。お気に入らぬと知りながら。福沢、こんにちは。よう、どうやね。相変わらずですね。あんたはうねぎさんとこのうちにおやつをしちゃうんですか。いや、今はな、ここにいるね。うちのバンクの家やね。ああ、そうですか。わしこれからあこ行こうと思ってまんじゃけど、なんぞ届けようへんか。行くのかい。ええ。まあ、やめてこ。ああ、そうですか。なら、ごめんやつ。ごめん。こんにちは。まあ、どうしてあったん、駅村はん、せんと顔も見せんと。ええ、この頃、おやつが回ってありましたろ。はあ。わし、お茶回りやめさせるもんですが、こっちも用回らんと、お探してます。あ、そうですか。ええ。あ、ごめんなさい。いや。めぎちゃん。あんたのことをお知らせしたんです。古沢さんと喧嘩でもお知らせしたのか。わし今さっき古沢さんに会いましたね。古沢さんに。ええ。どこで会いましたん。あんた知らなしまへんのか。いいえ。八坂下のお茶屋どすがの。八坂下で。ええ。元の番頭さんのお下が聞きましたね。乳母車引いてね、相変わらず浄瑠璃やってありました。君君。え。それで。ええ。わし見てたらね、なんやこう、わびしになってきました。大事に遊びしてあった昔の古沢を見てきただけに、話した後何や、世の中ってこんなもんかなと思いますわ。梅吉、おい、どないしたんやな。おい。何や、どないしたんや。そんな無茶なん、どないすんねん。いい、もう止めんと、あての方にさしてくれ。まるでキツネ集まれてみたよ。今日は何がうまいんやな。この横文字さっぱりわかんねえ。なんぞおいしいもの見てやる。どうしはったんです？財布忘れてきてもうた。財布？うん。まあ、うっかりしといてよ。おもちゃなんか？こんなとこに何しに来てん。アホ。あ
なりに言うたのに分からんのかいな。さっさと言え。大将は何とすね。わしを叱っといて。このざまは何とすね。このざまは一体何とすね。主人に向かって何ちゅうこと言うねん。よし。もうお前のようなやつは暇出したる。早いんで出ていけ。わしが犬までにまだうちに行くさったら所詮と。あっとアホ。おもちゃ、大将は何や。まさかお前の。せえ、旦那はんどす。え、旦那。そんなことはわしの前でよう平気な顔して言えんな。これドタの決め。ドタの決結構。あたら稽古どうせ。ほんまのことばっかり言うてたら商売ならしまへんさかいな。そら時には嘘がつきますわいな。何やって何をさらせん。何やって何どすねんな。たもんの一点そこらでいる男ぶってから、ね、しょうもない。何何よ。気をつけやしゃ。これからも歩こっちゃ。下手なあんなことしはったら島に手が後ろへ回りますぜ。ほんまや。よし、よう言うてくれた。覚えてよ。大将。ええ。あんたもええのですな。ええのですな。ブズブズ言うてんと。はよ、いねえ。帰りますがな。おもちゃ、覚えてよ。わしかって男や。忘れますかいな。ええ男はんや。はよ、いなんかい。あいつはどこまでアホなんやろ。これやこれや。あんたはんも一体どういう気であてをほっといて出て行かはったんです。あての気も知らんと。あんまりですわ。何を言うんやいな。わしがそんな水臭い男に見えるか。うちにいるのがお前が嫌やって言うさかいに実は出たんやがな。誰がそんなこと言いました。おもちゃはんに聞いたんや。やっぱりそうですか。でもそんなことやとは思ってましたんやけどな。なんであの子そんなことせんならんのやろ。けど妹がそう言うたさかいちゅうて黙って出ていかんかってよろしいやないか。せやけどお前が嫌がってると聞いてはな。嫌がってるもんがこんな子しますかいな。そりゃまあそう聞いたらわしかって嬉しいけど。おもちゃんそないにわしがつかんかいな。どうや、いっそのことお前ここへおいでえな。へえ、そらかましまいなんだら来ますわ。あてもな、そんなことする妹と一緒にいるのは嫌ですわ。ここ気楽なうちやで。水いらんでええがな。うれしやすわ。けどそんなこと言うててまた出て行かはんのと違いますか。めっそうもない。お前一人置いてわしがどこへ行けるかいな。うまいこと言うて。こちらの子ちょっと電話かけてか。どないしてんの。ちょっと電話かけてほしい。うん、かけて。どんか。なんへ。へ。しょうもない。天狗言わんと。いえ。それは天狗言わんの。へ。そうどす。奥さん。どうも長いことお世話になりまして。え。なんでやねん。うん。うん。ほんまかいな。へ。ほんまどす。へ。それがね。祇園町のええとこでご主人と顔を合わせましてな。へ。どえらいクビになりおどすわ。え、祇園町のええとこ。ええとこってどこやねん。うちどうすか。あての地区に行ったおもちゃのとこですがな。ええ、そうどうす。ご主人のええ旦那半ぶりにしてもらいましたで。で、わしもお店へは帰らせてもらいしまへんねん。ええ、さいなら。あ、お帰りやしたらな、旦那半によろしゅう。おかえりです。おかえりです。おい。え、あの、安吉のやつ、戻ってきりゃ変なんだった。いや、戻ってきたらしめんで。そうか。ええ。おかえりです。おかえり。おかえりです。
また。お前の好きな祇園のかまぼろ買うてきたで。そらき、何やごじゃごじゃと用が思うても、しかしないこっちゃ。どうしてんあんばいでも悪いんかネギ、よらんといてくれ。なんでやな。おたけど、メイ、お風呂沸いてあるかもうちょっとです。こんな気が荒いも、犬でもやっておきます。何をすんねん。いい加減にしとき。おう。どうせあてはアホどす。何や、お前、最前から何怒ってんねん。あんまりバカにせんといてくれ。今までどこにおやった。さあ、言うとみや。うん、時々聞いてたもん。あんた、それほんまに言うとやすのか。何を、やる。ええ加減にしとき。ええ年して、まだ極道がやんまへんのか。姉さん、自楽堂はん喜んではったやろ。あとはこのうち出ていくさかいな。なんでやねん、姉さん。古沢はんにみんな聞いてきたい。古沢はん、おうたんか。荷物は後で取りによこしたか。渡してよ。姉さん、姉さん、お待ち言うたら。おまちゃんやりまか。へえ、なんだす。工藤班から車で迎えに来ました。おお、工藤班から。そうですか。ほな、ちょっと待ってくれっしゃ。おばちゃん、どうやケーキは、どこで遊びに行こうか。なんだっすあんた、あんまり心やす呼ばんと置いとくらすな。へえ、そうですか。わて、あんたよう知ってんねんで。そのせいで、豪キャの晩餐くどいて巻き上げたと違うかおい。天狗言わんと置いとくらす。ええ顔しててな、ええ旦那はものうて。相変わらずガツガツしてんのかと思うと、ほんまにかわいそうなもんやな。何をはんのどす。黙ってるぜ、気になって。やめとくれ。で、工藤班一体どこにおやすのす。工藤班、あかんあかん。あんなしみたれた旦那やめとき。わしが金を上山持ってる国土も世話してやったからな。で、若いのでいいのやったら、わしとや。旦那になってやってもいいで。それとも、この色男とや。バカにせんといてや。あたはそんな女よへん。なんか言うかね、なんぼらずにだったっかい。お前らな、金さえ出しゃええねえねえけ。黙って起きてついてこい。あんじゃかいがったらさかい。アホ、なんてこと言うな、アホ。あてんだ、何の恨みがあって、こんなこと。おばちゃん、久しぶりやね。おかげさんで、こんなことしてるわ。今夜はな、じっくりあんたに恨み言うつもりや。木村はん。ああ、わしを恨みに思ってる。
分相応にたーんとお礼がしたいわ。下ろしとくれ。いやいや、飽きまへんわ。下ろしとくれ、言うたら。やいてこっちへん。怖がらんと黙ってついてきたらええねん。えらいことすんめけた。今、妹はんがどえらい怪我しはったちゅうて。おもちゃが？いや、おもちゃが？へえ、店から言うてきてはります。そりゃえらいこっちゃ。梅口、すぐ行ってみ。ほんまにどうしたんだしゃろ。何を言ってんの、ここで心配したかってしょうがないがな。はぁ、言うてみ。はぁ、行け。ほんのちょっと行ってきます。梅口。用事あったらいいや。わしすぐ行くさかいな。梅吉さん、あ、お母さん。まあ、一体どうしたんだか。あんな、誰ぞに恨みでも受けたんか知らんけど、円卓に振り落とされたんやわ。それで、えらい怪我ですか。いや、審判でもならなんだらええと思って心配してんやけど。ほんまにあの子。今ここに。今、手当てしてもろてんにゃ。大丈夫どうしやろか。さあ、どうやろかな。ちはちゃん、まあ、あんた一体どうしたい。思うようにならなんださかいちゅうて、こんな卑怯にまねするような男にはなんぼでも歯向こうていっちゃる。ほいでほいで思い知らしてやんにゃ。そんなこと言うもんやないってな。あんたももうこれにこいてちょっとは人の気持ちっていうもんを大事にせんとあかんね。あての言うとりにやってたらこんなひどい目に遭わずに済んだんや。いやや、姉さんの言うようにするのは男に負けるこっちゃ。あては、あてはそんなこと嫌や。アホな、誰が男に負けるもんか。そんな興奮したら傷に触るやないか。ほんまや、そんなに見たらあかへん。静かにじゃないかんね。ええ子や、ええ子、ええ子やな。すんまへんけど、ほなてちょっと身の回りのを取ってきましたが、お願いします。ほな、早く来てあげて。もう、君あ、どこと出会いましたやろか。どんなんですか。ええ、あのさっき奥さんから突然電報が来ましてな。ええ、電報。ええ、うちのと一緒ににわかに奥さんの国に行かはりましたんだし。奥さんとこですか。なんでもあっちの方の人権工場とかの支配人にならはるっちゅうことでしてな。そうですか。ええ、どうしてなんぞ書き残してでも。別に書き残しておへんけど、梅吉が戻ってきたらわしみたいな耐えない男やない。もっとええ旦那はみつけてくれ言うてはりましたえ。まあ何を言わはんやろ。ほんまにいいな。姉さん、ちょっと寒いね。布団着せてんな。
姉さん。そんな不景気なもん目から出して。どうしたい？え？どうしたんやな。プルさん、急に国へ帰ってしまはったんや。あたし何も言わんと。そんなこっちゃ、見とみ。なんぼ実を尽くしても、自分の勝手な時にはあてらを捨てて行ってしまはんにゃ。あてはええのや。それでええのや。することだけはしてきたんやさか。古沢はもきっと喜んで行ってくれるやん。世間へも立派に顔を立ててきたんやさか。そやけど、それで姉さんは一体どうなった。世間に立派な顔を立てて、それで世間から何をしてもろた。そら古沢は喜んではったやろ。けど姉さんはどうなんや。ええ暮らしができるようになったか。黙って言うなりになって、ええ人間になってもどうもしてくれはれへんね。商売上手にやったら腐ったやっちゃと言わはるし、あてらは一体どうしたらええのや。あてらに一体どうせいちわはんのや。なんであてらこんな一面ならんのやろ。なんで芸妓みたいな商売この世の中にあんにゃ。